慶応大学教授夏野剛様にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まず夏野さんというと、はい、1兆円を生み出した男とそんな本もありますけれども、はい、まず今どんなこと活動されているのかお聞かせいただけますでしょうか。そうですね、私は3年半前、2008年に、ドコモを辞めまして、で同時にですね、慶応の、教職の、ポジションいただいて、で慶応大学で教えてるんですが、これは一応特別招聘教授という形で、基本的には週1回なんですね、キャンパスに行くのは。でその他の時間はですね、今一部上場企業6社の、取締役と、それから未上場会社数社の取締役、それからその他に、アドバイザーとかいろんな顧問とかですね、いろんなことをやらせていただいてるんで、もう目まぐるしくいろんな企業の活動に、携わらせていただいてるっていう感じですね。なるほど、はい、その業種っていうのはその、社外取締役も含めて、業種ってのはどんな感じなんですか。これはですね、もう本当に偏りがなくて、で僕の専門がやっぱり IT、IT 産業論と呼んでるんですが、IT によって産業構造がどう変わって、会社の組織がどう変わって、しかも会社のビジネス形態がどう変わるっていうのが僕の、あの専門領域なので、そういう意味で言うと、もう IT はですね、全ての業態に今影響を与えているということで、ゲーム会社から、チケットの会社から、あるいはテレマーケティングの会社から、いろんな会社の役員をやらせていただいてます。そのあたりもちょっと IT がどういうふうに今後変わって、組織の話もしたいなと思うんですけど、まず夏野さんというとアイモードと、いうことを非常に、生み出したと言ってもいいんですかね。生み出しました。でそういうこうもうズバリアイモードのようなこう革新的な商品っていうのを生み出すためには、どうするとどんなことが大切なのかな。これはですね、時代時代でもちろんやり方っていうのがあるんだと思うんですが、僕の場合はやっぱり徹底的にその対価を支払う人、つまりユーザーさんですね、携帯電話の場合、あるいはB2B のビジネスの場合はお客様ですけど、そのお金を払ってくれる人の立場に立って意味のあるものを作ると、つまりその人たちの生活を豊かにしたり、あるいは楽しくしたりする、あるいはその企業の、効率を上げたりですね、なんかのソリューションを提供する、つまり対価を払いたくなるようなサービスを作る、それにもうそれだけですね。